ケルザレク様を止めなければ。なあ、もう様はいらないんじゃないか。私たちダナ人にも親切に接してくださったんだ。なのに本心はまるで逆だったのか。むしろ彼こそが一連の黒幕と見るべきでしょうね。ティオハリムに不満を持つレナがいても不思議ではなかったけど、側近までとは思わなかった。そうか、皆が一つの考えに染まると信じることも。また大丈夫か、キサラ。このまま終わらせたくはない。頼む、力を貸してくれ。ああ、力で抑えつけようとする奴は俺たちの敵だ。それに俺もこの国の可能性を信じたい。装備は見直したか。
中で衝突してるのかと思った。静かだな。共存派はすでに捕まったか、潜伏したようで、反乱側は宮殿か。早いとこかしこもうぜ。乗っ取られたっていう割に静かだな。前に来た時はもっとそこら中に人がいたのにね。待ち伏せしているんだろうか。もともとレナ人は少数派だし、ダナ人を全員追い出したとなればこうなるでしょうね。それを補うためにズーグルがいるわけだし。ダナの近衛兵も見当たらないな。持ち場にいないところを見ると皆追い出されたのだろう。それに我々は全員ティオハリム様個人に忠誠を誓っていた。こんな時にあいつどこ行っちゃったんだろう。なぜこんなこと。本丸の心当たりは。セルドの魔か。当たってみよう。
ローならあの壁壊せるんじゃない？よし、いつやってみるか。銃弾から大砲まで防ぐ代物らしいが、いけるのか。さあ、解除装置を探そうぜ。ケルザレクが何を仕掛けてくるか心当たりはあるか、キサラ。何か強い精霊術を使うのを見たことはない。武器の扱いも特に長けているわけではないと思う。ただ時々何か妙なものを連れていたことがあった。妙なって何？わからない。何も見えないのに確かにそこにいるのを感じた。ズーグルの一種かもしれない。目に見えないズーグル。用心した方が良さそうだな。喉笛に食いつかれて初めて気がついたなんてことにならないように。全力で行くぞ。バテッと行くぞ。氷の槍を。マジッチェン。フリーズロード。まとめられたか。マグナレイ。盾の防げるぞ。ヤマラオルクの攻撃。このもとに守りが堅いな。トップ号を消せ。あ、頼む。バラバラにしてやる。分かっているぞ。もっとやられぬ。炎で倒せ。決めて。レフレット精霊力を。アタック、これ見せつつある。ヤマテのオール効果絶頂陣。バカやめろ。バカだな。バッタイガン。これはいい武器の素材になるぞ。さあ行くぞ。分かりよせ。氷の槍を任せてくれ。フリーズランタン。まずは防御をするぞ。向かうしか。くらえ。風の風邪だ。風邪だ。立たせ。分かってるぞ。分かられぬ。風の風邪だよ。これで終わりだ。さあ進むわよ。ここは抜かせ。火の影を抜かせ。落さない。下げろ。交流演歌さ。精霊力全開。いっけ。いけ。どういうか。交流演歌を倒れろ。私勝利。ここが肌光る。改めて思うけどさ、広すぎるぜここ。まったくだ。それに総攻兵はともかく、ズーグルは今までどこにいたんだ？普段は専用の飼育施設にいて、いざという時に連れ出されるんだ。こんな時のために。やれやれだ。怪我はないかみんな？うん、まだ戦えるよ。
みんな、まだ行けそうか？ああ、問題ないぞ。反乱者たちの密書か。解除装置のことが書いてあるよ。でもこれだけでは情報が足りないな。突破するぞ。アムカオスか。怪我はないか、みんな。うん、まだ。問題なさそうな相手だな。終わりよ。終わりよ。交流連合だ。空を飛ぶやつ。私なら落とせる。その理由は守りが硬いな。突破口を開け。あ、頼む。もっと力が必要ね。あの人、そんな覚悟した方を許すはしない。破壊よせ。エレートか。妨害を頼む。前よりも動けそうだ。これは鬼人の間の鍵。鬼人の間。この階の発端にある部屋だ。そこに解除装置があるのか。Thank you.
そうね。気を抜くなよ。本当に私たちの人に任せて超魔術超人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 これで終わりだ。よし、ここにも敵がいるのか。こちらの行動を見越して配置してるようね。俺たちが来るのも織り込み済みってことか。この調子でいき
ましょ。容赦しないわよ。我が主の神に見せる。ヘラ、攻撃対象敵。我が主の神。エムよせ。この調子で行きましょう。ミハグサールって何だ。五稜の一つよ。そこと取引をしていたみたい。これは今俺たちが戦っているのはそれを終わらせないためじゃないか。諦めるな、キサラ。
行くぞ。分かりよって攻める気ないよ。どうだろう。ここで決めてやる。に任せて。こっちこっち。ハンダー。正常な音は。マジンガン。仕掛ける。守りの巨大な突破口を開く。頼む。急だ。こっから。しよう。バッテンズ。これでみんなの力になれるかな。これで壁を消せたか。スルドを資質に隠すとは。ふざけた真似を。それもここまでだよ。ああ、スルドの間に急ぐぞ。奴隷に裏切り者、どちらもこの宮殿への立ち入りを許した覚えはないぞ。本当にあなただったのですね、ケルザレク様。口を聞く許しを与えた覚えもない。わきまえろ奴隷が。これがあいつの本性ってことらしいな。どこにもへそ曲がりはいるってわけだ。いや、結局あいつが普通なのかも。ケルザレク様、メナンシアのスルド第一の側近ともあろう方がなぜ反逆を。好きであの軟弱者に仕えたわけではないわ。奴隷の身では知るまいが、力ある者はスルドの座を争い、及ばずは問答無用で、新たなスルドを主と仰ぐが我らの定め。そこに選択の余地などない。それでも主が王を目指すなら使いがいもあった。だがデュオハリムにはその意志がなかった。そうだ、それがどういうことか貴様らにわかるか。栄達の望みもないまま、スルドブリガが終わるまで耐えねばならぬこの屈辱。俺たちダナのことはまるきり抜け落ちてやがる。それで裏で暗躍し、それを知った兄を闇に葬った。全てはこのメナンシアを正しい姿に戻すためだ。レナとダナ、支配者と奴隷のあるべき秩序の形を。黙れ。何が正しい姿だ。何があるべき秩序だ。兄は、兄さんは真剣に誰も傷つかずに済む世界を夢見ていた。代わりにお前はあの死の湖を作った。お前は兄さんの仇だ。覚悟。
って兄さんは。どれ一人の命などしたことではないわ。身の程知らずだ。よくも魔人剣を通らキレコムらしいよ。攻める攻めるメンテを攻める。狙うは弱点な。普通の爪に魔人剣を通らない。魔人剣を通らない。また消えた。耳を澄まして目を凝らすんだ。やばせろ。ありがとう。仲間を交流レンガさん。全力で行くぞ。行けるぞ。どういうこと。助かる。大技です。リカバー。やれるの。俺の真骨だ。巻き込め。傷を治す。めっちゃ強い。早くの前に。小賀肌。上発強く埋める。振り注げ。やらせないよ。傷を治す。天然の反応以上高さだ。足止め。崩れた。ここで決めてやる。味方強く振り注げ。大王です。絶対に合流です。決めない。さあしよう。バッテンで ありがとう。黙るか。
なかなか認めない。ちょっとは認めたか。別に認めてないわけじゃない。無駄な終わらないよ。あのところ。戦乱の姿。ここが肌の色。たたきつける。ファーストエイド。クリア。突っ込む。交流連合。炎よ。巻き込め。水水の叫び。その元に。奴隷風情が。鋭度に取って変わる望みもこれまでだ。取って変わる？バカな。鋭度の資格はマスターコアだ。我々が勝手にできるものか。なら、お前は何がしたかったのだ？自分の主を見限ったんじゃなかったのか？そうとも。だが、鋭は他にもいる。他にも…それは…うわそれでガテンが言った。デュオハリム、今までどこにいたんだ。後始末だ。ケルザレフ、もう作ることはできない。ベルガイの果実、生産施設まで突き止めなさったか。そうだ、もう跡形もない。だが疑問が残った。この果実は明らかに尋常のものではない。それにあれだけの説、お前の一存だけでどうにかなるものではない。なるほど、多量の差し金だったとはな。ミハグサールか。今さら聞いて何となさる。どうせ、こたびの鋭ぶりがは間もなく終わる。閣下にも懲罰が下るやもしれませぬな。罰ならすでに受けた。これをもって、鋭としての最後の務めとしよう。行け、ミハグサールなり、ガナスハロスなり、お前がふさわしいと思う主のもとへ。いいのか、兄貴の仇だろ。そうだな。でも所詮あの男はありふれたレナの一人に過ぎない。そうですね。結局、この国の共存は幻だったの。あれは？ダナ人たちが、ケルザレクの手の者を破った声だ。ダナ人たちがレナ兵を？中心は、ダナのコノエ兵と共存派のレナ人。それと、僅差の猫とか言ったな。あんたが、そいつらを取りまとめたのか？結局、経緯はどうあれ、あんたの夢に救われた人たちがいるのは事実なんだ。そして今はそれを力を合わせて守ろうとしている。それは幻なんかじゃない。だとしても、それはもう彼ら自身のものだ。そこに鋭は不要だろう。どこへ？
スルドブリガを終わらせに、そして二度と繰り返させない。スルドブリガが続く限り、この国に真の平安はない。スルドブリガはダナだけの問題ではないわ。レネギスやレナ本国ともことを構えることになるわよ。承知の上だ。この夢を10年で終わらせないためにはそうするしかない。それが私の償いだ。まやかしを本物にする気になったんだな。筋は通っているわ。ただ難しいというだけで。だったら俺たちと一緒にやればいい。なんだと？俺たちはダナを解放するために戦っている。あんたはこの国を守りたい。やることが同じなら協力した方が確実だ。違うか？ダナの解放者とレナのスルドが協力？面白いことを言う。だが客に招き返されれば応じるのが礼儀というものか。回りくどいんだな。おい、キサラがいないぞ。どこへ？ことが進んで一人になりたくなったのか。考えたら身内をなくしたばかりなんだよな。私たちにしてもまだ倒すべきスルドが残っている以上、これ以上の長居は無用だわ。今さら彼女に危険があるとは思えないし、ここを離れて先を急ぐべきよ。それはそうだな。あんたはいいのか、デュオハリム？彼女に関して今の私に何か言う資格はない。わかった。できれば挨拶くらいしたい。町を出る道すがら探してみよう。キサラはこれからどうするんだろう。いろいろあったからな。キサラどこ行っちゃったんだろう。まさかケルザレクを追って行ったとか。彼女はミキウダに託されたものがある。軽はずみなことはしないと思う。きっといろいろ考える時間が必要なんだ。その後どうするかは彼女が決めることだ。
お友達がいるの？はる？フルル、森で何かあるの？君たちはチスロディアから来たのだったな。ならば来る時の門ではなく南の門に向かいたまえ。いつの間にかいなくなってたな。どこに行ったんだか。
これからこの国はどうなるんだ。本当にダナ人とレナ人がうまくやっていけるのか。結局俺たち大したことしてないよな。この国にも壁はあった。だがここの人たちはそれを自分たちの力で壊すことを選んだ。それに口出すべきではないと思う。まあアルフェンがそう言うならそれでいいけどさ。ん？じゃあ僅差の猫のこと任せたわよ。ええ、彼の分まで私が。来たようだな。ザーレの世話をお願いね、ラギル。ええ、あなたも気をつけて。俺たちを見送りに来たのか。もう一人道連れはいらないかと思ってな。え？構わないが、ただてっきりあんたはこの国の立て直しに残るものだとばかり。それも考えた。だが思うところがあってな。兄さんが死んだ後ずっと考えていた。何がいけなかったのか、どうすべきだったのかを。共存の夢によって私たちが救われたのは確かだ。問題はその後だ。私の過ちはその夢をあまりに盲目的に受け入れてしまったことなのだろう。与えられた理想郷、その中に安住して自分で考えることをやめていた。それが私の罪だから。兄さんは死んだ。ミキューダのことはキサラのせいじゃないよ。そうかもしれない。でも私は兄さんに託された。多分それは与えられたものではダメなんだと思う。それが何なのか私はもっと考え学ばなければならない。だから俺たちと行きたいと。そうだ。それに私が外で戦えばそれだけこの国に対する脅威を減らすことにもなる。君は私を殺したいものだと思っていたが。あなたには感謝しています。それは本当です。恨みもしません。ですがもう使えることもしません。私は私の信じた夢のために戦います。どうかあなたもあなたを信じた者、そして今なお信じる者のために戦ってください。ティオハリム。わかった。私ももはやスルドではない。なんかいきなり大所帯になったな。それで次はどこに行くんだ。ミハグサール、ヨモの風集う谷。サラの盾ってあんなに大きいのに軽々と回してすげえよな。そうか、
見た目ほど重くないんだが。でもあれで守られるとすごく安心感あるよ。守るか。思えば私はずっと守ることに身を捧げてきた気がする。この衛兵になる前からだ。だからお前たちを守るのも私にとってはある意味自然なことなんだ。私は別に必要ないわ。頼むつもりもない。それで構わない。私が守るのは頼まれるからじゃない。守るべきだと思うから守るんだ。あなたもです、ティオハリム。私も。あなたの目的は私のそれと重なります。ならそれは私にとって守る価値があるものです。俺も守られっぱなしになる気はないが、気にかけてくれるのはありがたい。改めてよろしく頼む、キサラ。ああ、任せてくれ。結局ケルザレクは何がしたかったのかしら。何って、そりゃ自分は玉座でふんぞり返って部下にティオハリームを始末させる気だったんだろ。スルドに挑んでも勝ち目がないことくらい分かっていたはずよ。彼は立てこもったりせずにさっさと逃げ出すべきだった。逃げ切れないと思ったんじゃないか。結局は同じことになったが。やけくそになっての一か八かってか。考えようによっては彼もまた私の犠牲者かもしれん。あ？スルドブリガはレナの至上命題。私はそれを拒否したのだ。彼にとってはそれがひどく衝撃だったのだろう。序列に背いてまで反旗を翻すことを決意させるほどに。何度も言うが、メナンシアの共存はあんたのその拒否があったからこそじゃないか。理念あってのことではない。誇れるようなものではないのだ。泣き言なら他でやってもらいたいわ。行動すると決めたそばから。シオン。いや、彼女の言う通りだ。この話はもうやめにしよう。いよいよ4つ目ね。次はどんなスルドが待ち受けてるんだろうな。どんなやつだろうと立ちはだかるならぶっ倒すだけだぜ。